ルファベットが A もしくは F をご利用のお客様よりご案内いたします。ありがとうございます。また前方にいる係員が紙の ピーチに乗ります。座席番号が30番の A なんで、もしかしたら一番最後尾の窓側かもしれません。新千歳空港は今雨が降ってます。2022年5月の7日こんにちは。こんにちは。30番のここですね。ピーチ狭い狭いって聞いてたんですけど、思ったより余裕があります。そして雨です。どうもありがとうございました。どうも。おお、迫力ありますね。また乗りに来ます。なんかあの関空のピーチの到着場所からベイシャトルまでが遠いと聞いてますんで、どう行くのかも確認しながら行きます。ここはもう手荷物預かり所ですね。私はあの預けてないのでそのまま通過です。ああやっと到着です。あれ、無料連絡バスが出ちゃった。そんな、待ってくださいな。なるほど、無料連絡バスっていうのがあるんやな。7分間隔、これに乗って第一ターミナルに行くということになります。連接バスですね。連接バスで第一ターミナル行き。何回なんや。迫力ありますね、このバス。これに乗ることになります。ご乗車ありがとうございました。第一ターミナルのエアロプラザ到着です。バスが止まるまでそのままでお待ちください。降りの際お忘れ物ないよう今一度座席周り確認の上お降りください。扉付近のお客様は扉が開きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。扉内側に開きます。扉から離れてお待ちください。扉開きます。どうもありがとうございました。ですね、第一ターミナルに着いたんですけども、ベイシャトルのバス乗り場まで、多分なんですけど、もう一回バス乗らなあかんのかな。ピーチの飛行機は21時25分に到着しまして、今21時55分なんで、私あの手荷物を預けずに、カバンを持って、降り口から歩いて、でバスに乗って第一ターミナル戻ってくるのにちょうど30分ぐらいかかってますね。多分ね、この第一ターミナルの高速線なんやね。とりあえずこっち行きましょう。これですよ、高速線。先にですね、バスの乗り場の確認をしようと思います。親切ですね、ちゃんと高速線って書いてますね。高速線のバス乗り場はこちらのようでございます。高速線チケットカウンター発見。あれ、中ですか。あ、こちらか。
こんにちは、ということでこちらでよかったんですね。神戸関空ベイシャトル、はい、片道で大人片道やったら1880円なんですけども、ウエストメンバーズカードで100円引き、あ、はい、ありがたいですね。2000円で1780円で220円の、はい、ありがとうございます。で最終便が23時45分発で24時の船に乗ってもらいます、ね、承知しました、はい、お丁寧にありがとうございます。一応ですねバス停の確認をします。やっぱり第一ターミナルのしかももう超角ですよね、高速船チケットカウンターっていうのが、でそこでチケットを買いまして、今22時ちょうどぐらいなんですよ。で23時40分、バスがね23時45分発、これですね高速船乗り場12番ということで、今からまたね1時間40分、時間調整をすることになります。目の前が、マクドですね。関東ではマックと言います。関西ではマクドと言います。大阪万博ですね、2025年、あと3年後ですね。3年後か、万博も行きてえな。今お聞きしたんですけど、やはり22時時点で空いてるお店はマクドナルドとすき家ぐらいだそうです。やっぱりでもマクドもあれですね、韓国やから外国語の表記こんなでっかく貼ってるんですね。24時間営業、関空で24時間営業なのはマクドナルドとすき家だそうです。で目の前にですねローソンがあります、まあ、ローソンで何か買って食べるというのも手かなと。ですね、念のためにですね確認しましたら、今私がいる第一ターミナルからだけではなくて、ピーチがつく第二ターミナルからも直接ベイシャトルの乗り場に行くバスが あるみたいです。で多くの方がそれを知らずに第二ターミナルから一遍第一ターミナルに来て、そこからバスでベイシャトル来る方が多いそうなんですけども、第二ターミナルからも直接出てるということでございました。バスが動きます。ご注意ください。皆様お待たせいたしました。毎度ご乗車くださいましてありがとうございます。乗りました。神戸空港行き高速船連絡ポートターミナル行きでございます。これよりポートターミナルまでノンストップでマイクスマーキングで入信を。ここなんや。ベイシャトル乗り場ですね。止まってる船がベイシャトルです。すごい風やな。ありがとうございます。これが0時発、0時発です。駐車場の件はどこでしたらいいですかな。ここで、はい、だね、矢印下向きで、はい、はい、ありがとうございます。ベイシャトルの船内はこんな感じです。ゴールデンウィーク土曜日なんですけども、おそらく今現在7人ぐらいですかね、乗車は。5月の7日、まあ、正確に言うと0時過ぎましたんで5月の8日なんですけども、5月の4日に止めた駐車券で無料で 止めることができたということでございます。ご注意ください、ドアが開きます。ご注意ください、ドアが開きます。
が開きます。ご注意ください。ドア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 が開きます。ご注意ください。ありがとうございました。はい、神戸空港到着です。いや、風っていうよね、5月4日から7日まで3泊4日、4日間フルで遊んでまいりました。初めての北海道旅行、有意義でしたね。鉄道と馬をテーマにいろんなところ行ったんですけども、まあ、最終日は私の実の妹家族にも会えてですね、ご飯も食べて、本当に平和な旅でした。それでは帰ります。